デイビッド・グレッグ、デイビッド・マクマートリー、グレッグ、デビッド・マクマレッテリー・グレッグ、八百三十三年四月十日から九百十六年八月七日は、アメリカ合衆国の農園主、外交官であり、南北戦争の時は、北軍機兵隊の将軍であった。グレッグは、ペンシルベニア州ハンティンドンで生まれた。後のペンシルベニア州知事アンドリュー・カーティンのいとこであり、 ペンシルベニア州選出アメリカ合衆国議会議員、アンドリュー・グッグの孫だった。1855年にウェストポイントの陸軍士官学校を卒業し、第二アメリカ竜騎兵隊、銃騎兵の名誉将尉に任官された。ウェストポイント時代に、後に偉大な騎兵隊将軍となる二人との交友があった。一人は南軍に入った1854年卒業の J.E.B. スチアート、 もう一人は、北軍で1853年卒業のフィリップ・シェリィだった。グレッグの最初の真の任務は、ニューメキシコ準州であり、第一アメリカ流気兵隊の中隊長としてだった。その中隊は、カリフォルニア州に向かうことを命ぜられ、友人の同士ペンダーと共に移動し、二人は後に競争馬を買った。続いて、ワシントン準州のバンクーバートリデに移動した。 160名の部隊で移動中に部隊を取り囲んだ1000名のインディアン選手と戦うという初めての戦闘体験をした。この戦闘は3日間続いたが、損害は少なく、グレッグは何とか戦いながら退却できた。南北戦争が始まると、グレッグはワシントン DC に戻り、第3アメリカ騎兵隊の隊員に昇進して、間もなく第6アメリカ騎兵隊に転属となった。 グレッグは、ジョーチフスにかかり、ワシントンの病院に入っている時に、そこが火事になりかろうじて死を免れた。1862年1月、第8ペンシルベニア騎兵隊の大佐となった。グレッグと第8ペンシルベニア騎兵隊は、半島方面作戦に参戦し、7日間の戦いで、退却する北軍風評隊をうまく遮蔽して結出した働きをした。次に、 アンティタムの戦いに参戦したが、騎兵隊はほとんど役割がなかった。グレグは死化を受けて、1862年10月6日に、ペンシルベニア州、モンゴメリー軍で、エレン・カイシェフと結婚した。二人は、ニューヨーク市に、新婚旅行に行った。グレッグは、フレデリックスバーグの戦い直前に順調に、昇進した。アンティタムの時と同様、この戦いでも、 あまり出番がなく予備隊に残された。グレッグは、アルフレッド・プレソントン巡将の師団で一個旅団を指揮した。その後、別の騎兵旅団長、ジョージ・ダシール・ベアードが不評隊前線背後に届いた砲弾で戦死した時に、その旅団長になった。ジョセフ・フッカー少将が指揮の落ちたポトマック軍の指揮官になった後、 フッカーは、騎兵が有効に使われていなかったので、騎兵隊の組織を大きく変えた。それまで、軍団や師団に付属していた騎兵隊を分離し、ジョージ・ストーンマン少将のもとに新たに騎兵軍団を合併独立させた。グレックは1863年2月に第三師団長となった、不評の師団は、通常少将が期するが、北軍の騎兵師団長は、 順序以上であり、グレッグは例外ではなかった。チャンセラーズビルの戦いでは、グレッグ師団を含むストーンマン軍団が、リー軍の左側面に回り込み後方の設備を破壊するために派遣された。この襲撃は9日末月北バージニア軍の後方で、多くの破壊活動を行ったが、戦略的にはあまり功績がなく、ストーンマンは攻撃性の欠如と南軍を、 主戦闘から引きつけられなかったことで大いに批判れた。アルフレッド・プレソントン少将がストーンマンに代わって、騎兵軍団の指揮に着いた。ゲティスバーグ方面作戦の開始時期、フレデリックスバーグ地域からリー軍が密かに動き出したことで北軍に狼狽を生み、プレソントンはリー軍がどこにおり、どこに行こうとしているかを見つけ出すよう命じられた。その過程で起こった。 ブランディステーションの戦いで J.E.B. スチュアートの騎兵隊を吸収し南北戦争でも最大の騎兵同士の戦いとなった。最初の攻撃はジョン・ビュフォード殉将の指揮でビバリー・フォードでラッパ・ハノック川を渡り行われた。ビューフォード隊が攻撃している間にグレックは第二および第三師団を率いてケリー・フォードで川を渡りスチュアートの作戦本部があった。 フリートウッドヒルで南軍の側面と後方を攻撃した。戦いは激しくサーベルを振り回して白兵戦になった。南軍はなんとかグレッグ隊を撃退できた。この戦闘全体は引き分けとなったが、スチュワートを驚かせて恥をかかせ命令の残りの部分であった D のメリーランド州とペンシルベニア州に侵入しようという意図に関する貴重な情報をもたらす。 ことになった。ゲティスバーグ方面作戦の中頃、プレソントンはその軍団を再編し、グレッグは第二師団長になった。グレッグはこの師団を率いて、アルディの戦い、ミドルバーグの戦い、及びアッパービルの戦いと騎兵戦を行った。その領有で新しく昇格した師団長、ジョン・ビュフォード少将が1863年7月1日に、 ゲティスバーグの戦いを起こした頃、グレッグはまだ北に動いていた。その師団は7月2日の昼頃に戦場に到着し、北軍の右側面と後方を守る配置についた。7月3日、始まったばかりの北軍中央へのピケットの突撃に付け込むことを期して、スチュアートが北軍右側面への大規模な襲撃を起こし、北軍の市長隊や通信船を襲った。 ゲティスバーグの3マイル東、現在、東気平線上と呼ばれるところで、スチュアート隊が、グレッグの師団及び、第三師団のジョージアームストロングカスター旅団と、衝突した。白平線を含み長い気平線が続いた。両軍共に、その勝利を主張したが、スチュアートは、北軍後方の目標に向かう動きを遮られた。1863年10月、リーは、 バージニア州ウォーレントン近くで北軍の側面を突こうとした。グレッグ師団は、カバヌーア、ウォーレン少将の第二軍団が到着して、リー軍の動きを遮るまで、その前進を遅らせ。グレッグは、この戦闘の後で、ジョージ・ミードの戦闘後報告書でよく言われていなかったので、その記録を正すために調査委員会を要求した。グレッグは1864年1月から、 ポトマック軍の騎兵軍団を指揮したが、8月まで適切な階級である少々に昇格できなかった。オーバーランド方面作戦では、ユリシーズ・グラント軍の全騎兵隊をフィリップ・シェリダンが指揮した。この方面作戦の間で最も重要なグレッグ騎兵隊の用い方は、戦闘と戦闘の間で南へ動く北軍を遮兵することだったが、重要な襲撃が遂行されて、 イエロータバンの戦いで頂点に達した。この戦闘ではスチュアートが致命傷を負い、南軍にとって痛手となった。ホーズショップの戦いでは、グレッグの師団も激しく抗戦し、ハノーバータウンの西で、ベードハンプトンの騎兵と戦った。ハンプトンの部隊が数の上で優勢だったが、グレッグの騎兵は、スペンサー連発ライフル銃を持っていた。 最後は、カスターの旅団が険しい地形を抜けて攻撃し、ハンプトン隊をその陣地から追い出した。トレイビリアンステーションの戦いが頂点となる襲撃を終わらせた、シェリダンの騎兵隊は、バミューダハンドレッド方向に撤退した。グレックの師団が、その撤退をカバーし、特に、セントメアリー協会の戦いを行った。グレック師団は、ベード・ハンプトンが指揮する攻撃に耐えたが、 ペノックヒューイ大佐を含む数人が捕虜に行った。グレックがピーターズバーグ近くに残る騎兵士団を指揮する間、シェリダンは1864年のバレー方面作戦でジュバルアーリー軍と対戦した。グレックは騎兵士機関としての役割に応じ、ピーターズバーグ包囲戦の間様々な北軍の動きを遮蔽した。グレック士団は特に第二次ディープボトムの戦い。 第二次リーム駅の戦い及びピーブル農園の戦いを戦った。グレックは1865年1月25日付の次の手紙で除隊した。グレックが終戦前に退役した本当の理由は歴史に埋没した。アポマトックス方面作戦での興奮させる、騎兵戦には参加しなかった。グレックは妻の故郷であるペンシルベニア州レディングに落ち着い。 デラウェア州ミルフォードの近くで農園を営んだが、その生活は退屈であり、明らかに軍を離れたことを後悔した。八百六十八年、最終駅を申請したが、望んでいた、騎兵閉式館の職場とこであるジン・アービングレックに渡り、不幸な文民生活に泊まった。八百七十四年、グラント大統領から、オーストリアイコール、ハンガリー帝国のプラハ駐在アメリカ領事に、 指名されたたたた。が、妻が妻ホームシックににかかったために間もなく帰国したグレッグは、州と地元の事情に関わり、国家的聖地として、バレエ法事を保存する資金を集めた。ゲティスバーグの戦場跡を何度も訪れ、行事がある時は演説した。1891年、政界活動を行い一期だけ、ペンシルベニア州の会計検査院長官に選ばれた。グレッグは、 州内の南北戦争生き残りとしては最長老の一人として、レディングで死に、そこのチャールズ・ウェバンス墓地に埋葬されている。レディングでは、聖堂の騎馬像で記念されており、アメリカンリージョンのポストとしてその栄誉を称えて、グレッグポストがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。